今日もあなたと百姓天国、本日は2019年8月5 本日の動画第2弾ですけどもね、先ほどはトラクターとか水やりの動画を配信しましたが、さあもう夕方ね、4時回りまして、まだまだね日が陰る様子はないですけどね、まあでも暑さのピークはちょっと過ぎたかなと、ほっとしますけどね。いや今日もだいぶ汗かきましたな。暑いっすよ。T シャツもこれで2枚目ですかね。さてそんなことでね、今日は月曜日、明日出荷日なのでね、事前に取れるものは取ります。バナナピーマンとシシトウで明日は一品出そうかなと思ってますのでね、シシトウを収穫してみましょうかと。シシトウねもうだいぶ、これ品種的に大きいタイプですけども、だいぶいい感じになってますんで、痛みもありますが、よいしょ、痛みもありますがっていうか痛みやなこれもダメだな。この辺も結構この間の風で降られましたかね。また台風がね来てますもんね。結構とろけてるな。この辺は大丈夫かな。よいしょよいしょよいしょ。暑いっすな。本当に皆さん気をつけてくださいねとしか言いようがないんですけどね。私も本当ちょっとだんだん少し慣れてはきてるんですけどね、まだやっぱりちょっと体が慣れてないですよね。まあしかし年取ってくると本当暑さきついね。30代とかねはこれダメだな。そんな30ぐらいですか。研修時代もやっぱね、私埼玉の一番暑いところって言ったら大体どこかわかると思うんですけど、そこで研修やりましたんでね、まあ暑かったですよ本当にね。まあ私はちょっとね中部地方のちょっと寒いところの出身なもんでね、やっぱり暑かったですよね研修ね。そこで丸2年やりましたけども、まあ地獄の研修ね。まあでもね研修をねしっかり、研修ってやっぱ大事なんですよね。有機農業の場合は特にそうですね。まあ、技術、観光栽培と違ってちょっとね特殊なやり方になりますんでね、誰でも知ってるっていうかそういうのじゃないんでね、有機農業はまたちょっと独特だったりしますよね。生産もそうだし販売もまたね、そういう有機栽培を買う人たちっていうのはまたちょっと違いますんでね、そういう層に合わせたっていう部分は多少なりともねあるので、ノリが違うって言いますかね。まあまあそれはしょうがないんですけども、そういうだから雰囲気がね知るためには、大事なことでございます。よいしょ、ね、傷んでないけどこれちょっと出せないから。まあだから2年ねやってね、やっぱり1年目はきついですよね。1年目、最初の3ヶ月がきついですよね。でまあ何月に入るかっていうのもポイントでしてね、冬から入ると12月ぐらいから入るとですよ、だんだん忙しくなるんですよ、なるんですよね。なので12月に入って1,2,3とこうギアが上がっていく感じでね、体も慣らしていこうときますけど、いきなりね5月とかに入るとですよ、ゴールデンウィーク明けとか入るといきなりもうマックスに忙しいですからね。だからそうするとやっぱりちょっと体が本当に体力がきつくなるんですよね。でやっぱり寝込んでしまったりとか、まあね研修ではそれはまあ普通のことなのでね、やっぱり本当に体勝負なんでね、若い人でもやっぱりどうしてもね倒れる人が出てきちゃうのはしょうがないんですけどもね、大変でございます。まあそれも含めてね研修はまあが何ていうんですか、こう体をね畑に慣らすとかっていう意味もねとっても大事なことですね。オフィスワークしかしてなかった人がねいきなり農業研修やるとね、まあそれはボロ倒れていきますよね。体力的に持ちませんので、そういう意味でもね屋外で働いた経験があるかないかっていうのはやっぱりその辺は大きくてね。まあまあそんな感じでね1年やれば男性女性問わずね
顔もそれなりの顔つきになってきます。大体ね、そういうこう研修をした人とこれからする人とまだね、やっぱ並べてみるとね、やっぱり全然違いますんでね、そういうたくましさ的なね。それでまたそこからですよ、また独立してですね、こうやって田舎に行って食えるようになってくると、またさらにね変わっていきます、雰囲気はね。独特の匂いを発してきますいい匂いかどうかわからないですけどもね。だからお互いね、意外と例えばなんかどっかでこう街ですれ違ってわかるとは言いませんが、そういったね農業関係のイベントとかだと、んとこうね、この人は生産者かなっていうね、一般の人とはちょっと発してる雰囲気が違うなみたいなねのを感じますよね。お互いにそういうのってわかるんですよね。ただまあちょっとね、はい、やあやあどうもみたいな感じでね、フレンドリーな感じで話しかけるっていうね、そういうヒップホップな感じとはまたちょっと違いますんでね皆さんシャイな方が多いんで、俺なんかは割と普通に喋りますけど、意外と皆さんね、シャイな方が多いので、どちらでおやりになってますか、畑の広さはどれぐらいですか、どういう販売方法ですかみたいなね、大体定番のその辺の質問をして、ほうそうですか、まあ僕の場合ちょっと畑が広いもんですからね、なんかそんなにみたいな感じでね、畑が広いからといって別に偉いわけでも何でもなくて、そんな感じでね、まあ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 盛り上がったりしますね、これ出せねそうですね、意外とまあ有機農家同士が集まってね、何ですか、熱い議論になるっちゅうこともまあ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 ないんですよね。そういうところもございますね、堆肥の作り方についてとかってね、熱く語られてる方も、ね、そういうところもございますがね、まあまあで意外と話さないですよね、そういう話は。そういう話は本当にあんましないですね。勉強会つってもね、意外とそういうことよりもなんか何でしょう、それ以外のことが多いですよね。何が大変ですかとか言ってね、マルチどうやって剥がしてますかとかね、まあなかなかちょっと難しいというか専門的な話になるかもしれませんけど、意外とね土作りがどうとかこうとかっていうのはかなり奥が深いし、人それぞれなのでね、割とあまりその辺はタブーと言いますか、突っ込んで聞けなかったりもしますよね。まあまあこの辺の痛みをねどうするのかっていうのは難しいところですね。一応これで出せるかって言ったら出せると思うんですけどね、どうなんでしょうか。これクレームが来たらやめますね。ね、雪農業は宅配セットはクレームとの戦いでございますね。私はいいんじゃないかなって、これは食べれるんじゃないかなと思って出しても、お客様がこれはちょっとって言えば、そちらを私は優先いたしますんでね、お客様がこれは食べられませんと言えば食べられませんということですね。よいしょ、ちょっと疲れてきてるのかな、これで台風が来たらちょっとやっぱり去年の方がやっぱり良かったかな。ピーマンとやっぱりシシト系は良くない、まだバナナピーマンの方が良さげですね。何個ぐらい入れればいいかな、一軒でね、お客様 2、3個、まあバナナピーマン 2、3 個でこっち3本ぐらい 5、6 個入れれば1軒分ということでいいですかね。取るのがね当日だとちょっと面倒になっちゃうので、ね、今日って前日取るんですけども、実際ね有機農家と観光の方々とやっぱりこうちょっとね、壁というかね溝のようなものがありますので、多分観光の方々はね、多分僕らみたいな有機農家でね、無農薬でやってるんですかみたいなことになっちゃうと、やっぱちょっとあんまりどういうふうに声かけていいかわからないっていうのは側面があるんじゃない。僕らは別にね特に気にしてはないんですけども、なんかすごく遠慮される場合も多いですし、農業者同士でやっぱり熱くね
語らうってやっぱ本当ないですもんね。まあ村の寄り合いとかね、そういうだったら今度はもう逆にですね、プライベートを根掘り葉掘り聞かれますんでね。もちろん畑のことなんか聞かれないですよ。あのどっから来たみたいなね、どこの出身だみたいなから始まってですよ。それは儲かっちゃうんですよね。もうあの盛り上がりますよね。それでまず大体においてあの大学出とるかって話になるんですよね。で大学出てお前農業やりに来たのかっていう話になるんですよね。大概どうそうじゃないですか。やっぱそれはね、田舎では本当にまあこれだけ新規就農者が増えた時代においてもね、やっぱりかなりキーなことらしくてですね、私なんかはね、周りは全部新規就農者ばっかりなんで別に大卒でも何とも思わないですけども、やっぱりまだ今でね、既存 その農家さんの中ではね、大学まで行ってあんたこういうことやってんのって、こういうことっていうのはね自分たちのおやりになってることをね、そういう表現されますけれども、だからね、それが結構ね、なんか偏差値が高かったり誰でも知ってるような大学だったりすると、だいたいそこら辺からこうなんていうんですか、こう規制が、いろんな規制がありますよね。ヒエーとかグワーとか、こうなんていうか、しぶき系の規制もございますしね。人それぞれやっぱりいろんなね、地域によって、あるいはその方々によって、そういう規制の種類っていうのもなかなかね面白くて、私は密かにその辺をね、たまにだからちょっとね驚くことを、これはちょっともしかしたら驚かれるかなっていうようなことを言ったりして、そういう規制をね、その人独自の規制なんかをこうちょっと楽しんでる風はあります。確かにねグーとかね、魚影とかね、いろいろ皆さんおっしゃられますんでね、田舎の方面白いですよねあの九州弁と言いますか、やっぱ九州弁つって一言言ったって大分と鹿児島では全然違うわけじゃないですか。そういったことで大分県の中でもまた違ったりするみたいなんでね、僕も詳しくわからないですよ。何言ってか全然わからない、本当にわからないですよね。あれはもう一生懸命多分ね、こう語尾が上がってるんで、ね、聞いてきてるんだなっていうのはわかるんですけども、何のことを聞いてるんだろうっていうね、難しいところでございますね。でもなんとかね、爽やかなにこやかな笑顔とあれでね、乗り切るっていうね、いうことでございます。あんまりないかな。ちょっと思ったよりかはちょっと収量見込めない感じですか。よいしょ。台風がまたボコボコできてるんですよね。なのであの来るまでにはね、ある程度取ってあげちゃってもいいんじゃないかなって気がしますけど、やっぱちょっとこれ取り遅れですよね。まあ結論が言っちゃうとね、もうちょっと早く取ってべきですけど、いろいろ事情がございますということでね。ね、美味しそうですよね。はい、ちゅうことで、今日もね、一日が終わります。意外とね、夏はこうやってね、落葉ね、日が落ちていってね、だいぶねこう気温が下がってくるぐらいがね、割と至福の時間だったりします。まだ今から1時間ぐらいですけどもね、もうちょっと私も仕事せんといかんですけども、本当に静かですよね。海でいうないだ状態、それやっぱりね、一日よく働いてですよ、最後に訪れるご褒美ですよね。まあ農業っていうのはね、本当にそういうと、たまにご褒美が来るからやめられないんですよね。もちろんね、だいたい 99% がだいたいしんどいことです皆さんどうかしますね。私はそう感じ取りますよ。99%、 いや 99.9999% ね。しかし 0.00001 ぐらいが何とも言えないものがやってくるんですね。これがまたね、いけませんね。それにやっぱり持ってかれちゃうんですよね。だから全てを許せるんですね。いやー、いけませんでね、明日からまた頑張ろうみたいなね、そういった殊勝な考えをね、発揮しちゃったりなんかしちゃったりなんかしてね、それでまた頑張るわけですね。それの繰り返しですよね。
さあ、そういうことでそこそこかな。あとはまあバナナピーマンと組み合わせますね。ということで今日はね、ししとうを収穫、ちょっと量少ないですけどもしている動画でございました。今日も暑かったね。でもこれからいい時間になると思います。以上でした。